いや勝てそうなんだけど全然勝てない。いや竜巻が一人残ってもこのな黒光勝てんだよな、全然折れない。いや強えし全く歯が立たない。何回やっても勝てないからさ、メンバーちょっと変えようかな。今うちのメンバーが竜巻、ソニック、チョゼ、童貞ボンブ、黒光なんだけど、まあ、後ろの3人、竜巻、ソニック、チョゼはまあいいのよ。で、ボンプもまあ必要。で、童貞もいいとなったらやっぱ黒光なんだよな。いや、黒光変えるかっていうな。いや、まあ変えるんだったら、アシュラカブとか、ワクチンマンかなと今思っている最中。いや、けど戦力全然違うぞ。30万ぐらい違う。それほど黒光が強化されている。で、アシュラカブトだと、特性が反撃だから、なんか食らったダメージを 20% いけるんだっけ？アシュラカブト。攻撃を受けるとき、受けたダメージを 20% を全体に与える。で、ワクチンマンが、私は人間どもが環境を繰り返すことによって、敵が持続ダメージを受けたとき、敵全体に持続ダメージを 70% のダメージを与えると。まあ、力場対策だな。対策というか、力場で追加ダメージ作戦だな。それか、アシュラカブトの防御でダメージを与えよう作戦。とりあえず見ていくか。どのくらい、太刀打ちできるのか。じゃあ、まずはアシュラカブトを入れた形で見ていくぞ。やったれ。アトミック侍。震えて待て。来たぞ、カブトが。よし。まずは、アトミック侍を倒そう。まあまあ、ここで半分ぐらいいけるんだよ。で、チョゼのスキルと、次は竜巻のスキルで、まあまあ、力場を、敵に力場を与えると。で、ここまではいいんだよな。で、あともうスキル使えないから、あとはただただ殴るだけっていうな。まあいいか、黒光で。黒光でも殴っとこう。こっからよ。スキルが活かせるか。みんなが俺の肉体を見ている。いやー、見ている。やだな、黒光の。痛い痛い痛い。やめて。お。うわー、チョゼ。お。チョゼが生きた。チョゼ大体ここで死ぬのに生きたな。お。お。なんだ？いけるんじゃないか？マジで？全然アシュラカブトとか育ててないのにさ、いけるの？いけちゃうの？嘘だろ？やばい、これはいける。こんな強いのか。いやでも黒光の方が戦力バチバチに強いんだぞ。あ、溜まってるからやるか。タンクトップでいいかな。タンクトップを眠らせとくか。防御張られたらうるさいしな。よし。よしよしよし。いいぞいいぞ。ある。全然ある。強っ。強っ。待ってくれ。アシュラカブト良くないか。いや、ちょっとさ。いや、ワクチンマンも見てこう。ちょっとワクチンマンでもう一回やるわ。やっちゃい、ワクチン。打っちゃうぞ。どんどん。よし。同じことの繰り返しだ。まずアトミック侍を半分ぐらいまで減らし、あとはチョゼの力場。そして次に竜巻の力場で、まあ、敵を力場にさせるっていうな。いや、まさかだったな。戦力ってあまり意味ないな、じゃあ。ワクチンマンは何もしないよな。力場で、そんな、あれなのかな。ダメージが通るのかな。どのタイミングで 70% なんだろう。ワクチンマンのその技って食らってんのか。あー、チョゼ。いやー、チョゼ。チョゼが死んでしまった。これはさっきよりきつい展開じゃないか。ワクチンマンの効果はどうなんだ。あ、でもなんかいけそうな気が微妙だな。しないでもない。アシュラとどっちがいいんだろう。
勝てるかしら。消えて、なんかさっきよりなんか厳しい感じがするけど、でもなんかあれだな。あ、痛い痛い痛い、やばいやばい、あら、やばいやばいやばい、死んじゃう。アシュラか、ってことは時代はなんてこった。やばい、防御張られちゃったな。で次はまあまあ黒光かな。でもなんかさっきよりは困難になってるけど、黒光入れた時よりかは全然勝てるじゃん。これもわかった、アシュラでもワクチンでも勝てる。え、そしてワクチンなの MVP、 どういうこと。え、さっきワクチンマンが MVP ってことは一番ダメージ負わせたってことじゃん、ことじゃん。敵が持続ダメージを受けた時だから、力馬のダメージ受けたタイミングでワクチンマンもそれに応じた 70% のダメージを与えてるってことやな。強くないか普通に。てかもう一回やって、ワクチンとアシュラどっちも勝てばいいけど、どっちか負けたらなんか運良かったってだけじゃないか。ちょっともう一回見てこうよ、サクッと見ます。サクッと勝った、勝てた。編集でアシュラアトミックで、これもスキップで勝てるかどうかの確認と、あ、負けた。これは、これは決まっただろう。もう一回見とくか。これ次負けたらもうワクチン決定じゃないか。ワクチンマンって強いんですね。今のメンバー固まりました。ワクチンマンイン。多分あれだろうな。竜巻とチョゼがいるおかげで、ワクチンマンがすげえなんか力発揮できてるんだろうな。多分チョゼか竜巻一人抜いたタイミングでもうきっと、アシュラカブトの方が良くなるんじゃないか。そんな感じがする。いやー、特性ってすげーな。いや、ワクチンマンってさ、もう何、1話の数分しか出てないじゃん。今そういえばディズニープラスでワンパンマン見れるんだけどさ、それ一瞬なんだよな、ワクチンマン出てくるの。なのにこんな強いんだぞ。ちょっとワクチンマン育てよう。あれ？あれだかな？戦力順に揃えたらワクチンマンってどのか、結構後ろの方だな。いや、そう考えたらすごいな。こんな、今、うちの戦力の1位のやつを入れるより、なんだ、20位ぐらいのワクチンマン入れた方が勝てるって、面白いね、なんか。やっぱり、ワクチンマン。私は人間どもが。まあいいか。とりあえず、なんだろう。このゲーム戦力より組み合わせ、絆、絆の力だな、これが。このメンバーに絆はあるのか。おのおの我が強いような気がするけど。まあいいか。仲良くやっていきましょう。